さあ始まりました。本日も父さんとたけし君と一緒にお送りする動物の皮が欲しくて欲しくてたまらないバルヘイブのお時間がやってまいりました。よいしょ、オッケー。いやただね、イノシシの皮を手に入れなくちゃいけなくて、あの鹿を倒してもですね仕方ないんですよね。本命はこっち。オッケー。このイノシシの皮の方が重要なんですよ。あのたけし君と話してて弓矢をもう一本作ろうという話だったんですね。やっぱりあの遠距離武器があった方がいいということで、ただ弓矢を作るのにですね、あっと左側にももう一匹いますね。そろりそろりそろりで、スタミナをしっかり回復して、バレてない。あ、でも右側から来るな、イノシシが。右側から来るけど先に叩いて、オッケー。よっしゃ、先にやっつけて、こっちもオッケー、パツー。で、弓矢を作りたいんですけど、このイノシシの皮が8枚使うんですよ。で、結構ね、島中、この結構そんな大きくなくて、この島。もう一周ぐるっと、あの真ん中の寒い地域だけは行ってないんですけど、これでもう一周ぐるっと、あれ、ちょっとここの建物は来てないぞ。おお、ここに？あ、ありますね。はいはい。松明と、琥珀とコインかな、これは。あ、そうですね。オッケー、ゲットしました。で、うわー、いっぱいいるじゃん。オッケー、ナイス。大量。もう一匹。はい。よっしゃー、大量。ナイス。これはありがてえ。これはめちゃくちゃありがたい。5枚。あと1匹いた。待て。やばい。これこうなるとね、スタミナ戦になるから。ちょっと待って。なんでイノシシ逃げるの？鹿は走って逃げるんですけど、あのイノシシはね、こっちに向かって本当は来るはずなんだけど、どこ行く、ちょっと待って。で、ただ、あれ？あれ？カラスがいた。声の小さいカラスがいた。ちょっと待って。声の小さいカラスが来たんだけど、よし、海に逃げたらこっちのもんだ。ちょっとワンパン、ツーパン。やばい、ちょっと待って。あ、やばい。ちょっとこれスタミナがない状態で海に飛び込むとあれダメですよ。あの HP が減るんですよ。 HP が減るから一回上がって、オッケー。よっしゃー、これで川がこれ集まったんじゃない。これでいいんじゃない。これで、はい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 。で、声の小さいカラスさんが、はいはい、どうした。ちょっと気持ちいい声大きくなったような気がしますけど、捨てられし者の一つを召喚する場所を見つけたな。で、祭壇に正しい供物ではなくて、供物を捧げると呼び出すことができる。ただし気をつけろ、見捨てられし者はたやすく狩れる相手ではない。あー、戦いに挑む前に強い武器を作り、防具を身につけ、栄養なるものを食べておくのだ。何、アイテムを捧げるってここに書いてあるけど、何、アイテムを捧げるとなんか出てくるのこれ。ちょっとたけし、私はなんかあのすごいの見つけちゃったんですけど、なんか祭壇見つけました。たけし君どこにいるの？とあのものすごくボスっぽい雰囲気出てるんで、ちょっと私もね、ちょっと待ってね、まず弓矢作って、で、あの防具も作る。ああ、いい、とりあえず消えますね。川の切れ端でこれで弓矢が完成しました。はい。で、木の矢も作って、ちょっとガチガチに装備してっていった方が良さそうな雰囲気出てるんですよ。あのなんか祭壇があってね、何か供物を持っていかなくちゃいけないんですよ。供物って何？たけし、お供え物？何かをお供え物をすると何かなるらしい。漢字が難しくてちょっといまいちよく分からなかったんですけど、あ、なんかすごい強そうな人が出るからしっかり準備してこいみたいな、あの声の小さいカラスが言ってたんですよ。あ、でもあれですね、鹿をいっぱい倒したんで鹿の皮が手に入ったんで、これズボンも作れるし、あ、これ皮の兜もこれ鹿皮だったんだ。はい、これであれじゃない、これでたけしと同じ仕様じゃない。私もどう、ちょっとこれ今これ着用したんですけど、ほらどうよたけし、私あのズボンとこれで、胴体とズボンとこれ兜と完璧じゃないこれで。おいいいんじゃないこれ。で、あとは一応念のために作れそうな他のものと何が作れるかな。火の矢とか、ちょっと矢、普通常の木の矢だけじゃなくて他の武器の矢も作りたいですよね。あ、いける、火の矢いけます。オッケー、羽があればできるんだね。オッケー、火の矢作れました。火の矢と、あ、これでも攻撃差し11、
炎ダメージ22って書いてありますね。はあ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 、火打ち石の矢、あ、これ火打ち石いっぱいあるから火打ち石の矢も作れますね。オッケーオッケーオッケー。はい、ということで戦闘態勢準備完了でございます。ようやく私も弓をゲットして、たけし君はね盾持ってるんですよね。ちょっと盾にも皮を使って、ちょっと盾はもう一個用意できなかったんですけど、これで私は弓ゲットして、でたけし君も弓持ってますと、これで完璧ですね。で一応防具もですね、頭の兜と鎧っていうか、まあまあ服ですね、あとズボンは、まあ、今できるとりあえず最大防具は用意したと。で一応ご飯も食べてですね、 HP を回復したということで、こっちの左側の島ですね、あのなんか祭壇っぽいところで、問題はですね、その祭壇に何をお供え物を持っていけばいいのかが分かんなかったんで、とりあえず今まで手に入れたアイテムでそれっぽいやつ、私とたけし君で分散していっぱい持ってきました。でそれを どうやって置くのか分かんないですけど、なんかはめるのかな、よく分かんないですけど、それをとりあえずお供えることが重要みたいです。この辺じゃないですか、マップにマーク、あー、ここですね。はいはい、あ、いやちょっと待って、鹿がいる、鹿が、ちょっとあの見つけた時はあの夜だったんで全然分かんなかったんですけど、たけしこれ見て、ほら鹿だよ、鹿の石がある。そういうこと、鹿の石像みたいな感じだねこれね。鹿のさ好きな食べ物って何、鹿せんべい、鹿せんべいなんてないけど、途中で拾ったキノコとか、お供え物だから、ちょっと待って、あのサムネ撮っていい、たけし先にお供え物の前にちょっと、うん、そうそう、いい感じのポージング、ちょっともうちょっと、もうちょい左かな、たけし君、あのちょっと正面すぎて、その弓矢にね顔がかぶってて、もうちょっと左にか、あー、そうこのぐらいの角度で、はい、これサムネにします。問題はこっからっすよね、これどうすんだこれ、とりあえずちょっと待って、あの石像を読めるわ、彼の親族を彼で合ってる、親族を彼、うん、アイテムを捧げる、これ何、いや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 、何したの、え、たけし、たけし、え、鹿のトロフィーを置いた、は、何、どうしたの、どういうこと、は、いや、ちょっとエイクシュースススユルスユル、ちょっと言い方がカタカナが難しい、ちょっと鹿の強そうな鹿、ちょ、たけし何してんの、これちょっとやっつける感じだね、ちょっと待って、弓エイム、はいはい、このぐらい落ちる、めちゃくちゃ落ちるな、これ弾道、ちょっと待って、練習すればよかった、練習しずにぶつけ本番はまずいわ、これどう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 、あー、減ってる、 HP 減ってる、ビリビリしてる、大丈夫、これちょっと待って、距離置いて、スタミナ、ビリビリ来てる、やばい、見るからにすごそう、ちょっと季節外れのトナカイが来た、ちょっとサンタさん来るんじゃない、ちょっとやばい、こっち、とりあえず距離置いて、ちょっとスタミナない、すごい、イルミネーションがまとってる、イルミネーションをまとった鹿が、すごいことになってる、これはもう鹿のレベルを超えてるね、これは、たけし、すごいやつをお前、召喚しちゃったんじゃないの、これ、まずいじゃない、これ、大丈夫、でも一応、HP は減ってるな、ちょっと止まって、ちょっとこれ、あー、一応食らってる、てかこの弓すげえ落ちるな、あ、ナイス、火やだ、火や、燃えた、ちょっと鹿のお尻が燃えてるぞ、おちょ、あ、ちょっと一応減ってる、これね、めっちゃ弓落ちる、これ、うかちょ、このままこう、来てる、オッケー、ビリビリ、危ない、あ、でもこれ、意外にいけるぞ、たけし、これはちょっと、前回 のトロールよりはちょっとマシだった、多分これ、これこの距離弓矢いいね、弓矢、この遠距離攻撃がこれ近接は無理だな、多分これは遠距離正解だよ、弓正解、ナイス、この辺で一回当たった、オッケー、削ってる、危ない、おいちょっとこれでいける、この距離を保ってしっかり当てれば、ちょっと待って、ちょ、スタミナがない、スタミナがないよ、いや、あっち、たけしはあっちにいます、おい、大丈夫、大丈夫、ビリしてるけど、押してる、あと半分、そんくらいの間合いでビリビリすんのね、ちょっと一気に詰めてくるよね、はい、いいよ、木ガンガンなぎ倒してるけど、木がすごいなぎ倒されてる、おー、危ねえ、ちょ、たけし、だね、ちょっと、うまくない、たけしの間合いうまくない、じゃ
何何まっすぐ攻撃もしてくるね。あの何で範囲攻撃と範囲攻撃360度の範囲攻撃と直線の単発攻撃まっすぐ攻撃してくる。ちょっとちょっといや大丈夫、もうこのままご利用して削れるんじゃない。だいぶおっぷねおっぷねよしよしいけるノーミスでいける。これは一回も死なずに何とかクリアしてみせたい。オッケー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 たけしいけもうちょいいいよいけるもうちょいこれだよしここで決める食らえ。あと一発これでもかおーナイス討伐成功じゃないっすか。いっぱいなんかすごいいっぱいなんかアイテムゲットしました。ナイスー。よっしゃやっと手応えを感じたね。いや弓は最高かこれ。おおちょっとね、あのカラスが来た。知らせがある。はいどうした。見捨てられし者のトロフィーを手に犠牲の石に戻るのだ。犠牲として捧げれば神々が微笑んでくれることだろう。戦士を祝福しようだって。いやーあったな。ほんとだ。特殊な なんか角手に入れました。オッケー、これで一歩進んだんじゃないですか。